今日のさ、せっかくだ、今日のちょっとなんか熱い熱いちょっとやってよ、やってみてよ。あのリモードだからね。僕らはさ、生で見れてるけど、うん、読者のみんなはなかなか見れないわけでしょ。何をやるんですか。熱い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 、なかなかできない。台本用意しようか、持ってこようか。本当ですか。いや、もう台本とかアドリブ王ですよ。あ、そうか、アドリブ王でございましたね。今日のさ、せっかくだ、今日のちょっとなんか熱い熱いちょっとやってよ、やってみてよ。アドリブ王だからね。僕らはさ、生で見れてるけど、読者のみんなはなかなか見れないわけでしょ。何をやるんですか。熱い熱い、なかなかできない。台本用意しようか、持ってこようか。あれですか。いや、もう台本とかアドリブ王ですよ。あ、そうか、アドリブ王でございましたね。3、2、1、9。ドーラン。ちょっと待って、だってあちじじい言ったらどうせさ、何、いや、俺は頑張った方だと思うよ。そこも認めてあげるわ。基本的に彼のアドリブはあの、トガキを読んでるユータ。そう、苦いもん食べたら、苦い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 。あと、トンネッタに転がったりゴロ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 、ドーンって一回 SE でドンガラガッシャーンって読んだんですよ、そのまま。SE を読んでやめて、やめて。すごい魅力だからね、そこがね。さっきのオーランも何話ですか。これ9話を見てもらえれば、わかります。多分今のはね、そうですね。あ、なるほど。そういうことはわかりますね。皆さん、原作は読まれていますか。はい。原作の好きなところを教えてください。あ、私はですね、まだアフレコアニメにはな、まだあれしてないんですけど、うん、あのお父さんが出てくる話がやっぱり、うん、春日の、うん、春日のお父さん、みんなが春日のうちに来ちゃう日の話が、うん、面白かったです。はい、はい、面白いですよね。はい、また、また桐生さん聞いた。俺さ、助けないよ。助けないよ。桐生さんは何ですか。どんなお話が好きですか。僕もまだこれ撮ってもいないし、オンエアもされていないんですけども、先ほど森先輩は喋らないと言ったんですけども、喋る会が実はある。ある、ありますね。喋る会があって、まあそこがカットされることはないと思うんですけども、そこがちょっとすごく自分でも今からどうしようかなと悩んでるところでもあり、楽しみにしてるところでもあるので、こうご期待と。おー、どうですか。どうですか。どうもどうも。好きな、今までアフレコさせてもらって、本当に坂本さんの言うようにすごく原作のいい意味でわーっと賑やかなお祭りな感じが本当アニメ化されてて、好きな話はね、やっぱりアニメ化されてるんですよね。ああ覚えてる覚えてるって台本見てすごく思うんですが、やっぱ自分の話よね、どうしても教や役だっていうふうに思ってるんで、教やのだってなっちゃいますね。僕も本当はね、こう三男だったとか、兄弟とか家庭関係の話がちょっと出てくると印象的だったんだけど、それが残ってますね。うん、もしもそれがアニメ化されるのかちょっとまだ僕は聞いてないんですけど、うん、されたらどうしようかな、楽しみだな、どうやろうかなと思ってますね。なるほど、なるほど。鈴村さんは双子のとこだよ。いい声で。二人でじゃあ、二人でじゃあって。双子、はい、喧嘩した人。ああ、知ってた。やったよ、アニメもやったから。さっきのね、そう、2人合わせていっぱい喋るとかな。いっぱい、かなり。あれやっぱ、ええなと思った。なんでちっちゃい子。いや、あれ本当にいいなと思いました。双子で喧嘩するとこね、あれは素敵ですよ。あれ音声になったり映像になるっていうのがね、衝撃的ですよね。だからね、素敵だなと。やっぱり漫画をね、アニメにするときに、いろいろ方法論があると思うんですけど、非常に見事になってるなと思ったんですよ、この作品。アニメらしくもあるし、ちゃんと漫画のテイストも残ってるっていう、うん、そういうところがね、うん、ちゃんと出てるなと思いましたから、うんうん、素晴らしいなと思いました。うんうん、漫画をね、好きな人の期待を裏切らないっていうね、うん、そうそうそう、そうなんです、うんうん、ありますね。はい、で、何かありますか。個人的には僕、ジャングルプールな感じ。僕、ジャングルに暮らしたくて、ね、あ、それで来たよ来たよ、なんか、うん、ジャングルいいなって思 う、うん、思うよね、ジャングルってやっぱりね。そうだよね、動物いっぱいですよね、いろんなのね。パイナップルもね、美味しいしね。食べ物にも困らない、うん、そうだね、うん、うん、あれ泣いちゃった。これは広げへんね。もっと広げていい感じやで。ハニー先輩はどうですか。ブラックハニーです。
おお。あれはもうものすごく、はい、大変です。森先輩を頑張って見習ったんですけど、うん、かっこよく頑張りたいです。これからもあのレンゲちゃんの撮影の時のでしょ。そうです、そう、うん、今仕事かっこよかったよ、オンエア見たよ。かっこよかったよ、見た見た、はい、です。君コメントあんましてない。そうなんだよ。ごめんなさい、振るのもいいけど君は何がいいんだよ原作では。物語進んでいくと意外と前の方って本当コメディテイストがこう結構強かったんですけど、だんだんみんなの家庭の事情とか裏事情とかが本当に出て見えてくるんですよ。玉木も言ったらそんなに、そうそう、ね、両手を挙げて幸せでは案外なかったりする部分もあるんだよね。本邸に入れてもらえない、うんうんうん、だからただ本当に騒いでるだけの作品じゃなくて本当に奥が深くて、そのみんなのそのこの なんて言うんだろうな、頑張って宮野くん、頑張って、その影の部分がみんなあってそこを支え合って、本当は実際は本当は支え合って言ってるメンバーなんですよね、うん、表には出さないけどもあんまり、けどそういう本当につながりがあってこのメンバーだからこそホスト部が成立してるんだっていうのが本当に原作を読んでて分かってきたんですよ。本当に心のつながりってもんが深いんだなっていうのが、言葉には出さなくてもそういう部分が本当に含まれてる素敵な作品なので、本当に そこで玉木をできてるっていうことがすごい嬉しいです。なるほど。まるでこの座談会の我々のようにね、まあ表上は殺伐としたいうふうに勘違いされがちですが、真の部分ではみんながすごく助け合ってる、はい、繋がってるっていう、ね、そうですそうです、うん、あーよかったじゃあ、 せっかくこれさ、僕らほらアニメのあれじゃないですか、うん、なんかこう NG 話みたいなちょっと面白い話をしてもいいんじゃないですか。 NG ね、 NG 一番多い人は誰ですか。松川さんじゃないですか。うっそ早い速度どうでしょう、皆さんのご意見は。じゃあザッバランに行こうよ。ああ、じゃあ僕は完全にキングだと思ってるよ。いや、玉木か京也、ね、えー、うっそ、俺は完全に自分だと思ってましたけどじゃあお前だよ、うん、まあね、そっか、どうどういやー、あのね、で、何げにハニーもやるぜ。ハニー先輩あんま見たことないですよ。あ、確かに。あ、そうだ、でもそんなこと言ったらセリフねえもんね。そうそう、髪読まないなもうでも医者 B かなんかで噛んでた医者 A じゃないね、ひどい。そうそう、僕はあの森先輩以外にもいろんなところに登場しているんで皆さん見つけてください。キリンを探せみたいなコーナーがあかんあかん、そんな勝手にいいコーナーしたらあかん、そんな、うん、彼は、ね、結構面白いけどね。カネキングとか言うんですよ。カネキング説明しなきゃわかんない。翻訳とカネ役っていうの下に今テロップ出てるから。カネルの方、カネルの感じのね、カネキング、お金の方じゃない方で、そうですそうです、カネ役ばっかりやってるからカネキング、カネキング翻訳よりカネ役の方がセリフが多いっていう有名な、何気にキャネって言いましたけどね。噛んでた噛んでた。え、でもやっぱりまあ単純にねセリフ量が多いから、ね、それはまあしょうがない。そっか、しょうがない。でもね、キング何すごいってこれ NG を恐れない。うん、それは攻めるね。これはね、果敢に攻めていくね、うん、そうね、まるで売り棒のようにこう今売り棒が注釈出てるから、売り棒それも出てるんだ。すごいよね、チャレンジャー。あんなにね、音響監督の若林さん、あんなベテランがね、あんなにムッとしてんのに、うんね、しかも1回や2回ムッとしてんだったらこれはね、やっぱ若手だからみんなやると思う。でもそれが3回4回になってた時に、人として突っ込みづらい時に、彼は本当に売り棒から親のイノシシに大きなイノシシに、うん、ね、あれ褒められてない、褒めてる、褒めてるよ。感動したよ、やりきるか、ね、若干へこみましたけど、いやいや、そんなことない、ね、そういう NG になってしまうじゃん、計らずも、はい、いろんな意味でしょうがないです。もう気持ちはいいんだけど、こう日本語じゃないからダメって言われてNG になった時に、僕の横でね、君の大好きな森先輩が、今の俺、良かったと思う。今のね、僕は良かったと思う。松川さん、松川さん、俺ね、今のね、好きでしたね。ずーっと言ってんの。そう、もう間違いなく君の近くにファンがいるから、ね。いやいや、僕は宮野くんの N、あのアドリブは NG も合ってるけど、あのアドリブ面白いよね。本当にありがとうございます。その3回も4回も攻めるのは、うん、もうあの恐れずにチャレンジ精神が旺盛なのか、空気が読めないのか、まあ両方じゃないかな、今回両方ってことで、うん、